物資殿の流害治ったようです。ああ、これを物資殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。酒を。おかしな人ですね。これは会期祝いです。物資殿に届けてくださいね。ではまた。茶を持ってきた。そうか。まったく世話焼きやがって。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは？道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ？腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練者と言ってな。エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば、忍び義手は、道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。ああ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が？切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ？修羅。まあ、信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな。修羅の影にな。酒を持ってきた。猿酒か。
相も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷。そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。酒を持ってきた。おお、龍泉か。随分と上物だ。もらうとしよう。実に染み入る。やはりこれじゃ。よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに酌をしてもらってな。エマ殿と長い付き合いなのか。ああ、ずいぶん前に戦場で拾った。戦場？じーっと、ずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから、なんだかんだあって、共にアシナに厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあ、どこだろうが。忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。めぐってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう。セキロよ。あなたは？して、そのお主が何を知りたい？これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。
やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうとは？刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体？それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。酒を。おお、気が利くな。どれ。良い酒じゃ。勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。芦名州の皆でな。国取り戦の芦名州。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それは。もともとこの芦名は我ら芦名州が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまい。じゃが我らは異端、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され服従を強いられた。ずっと長い年月な、源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまではうまい酒を飲んでも誠には酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れが、この人死に耐えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり、国取りを果たした。だが、今は死地にある。ねえ、皮肉なことよ。酒を。おお、赤炉、気が利くの。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを切ったことがある。それは一体？切り続けたものはやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。はっ。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤炉。
たまらぬ。この流線をわしが手に入れると嗅ぎつけたバカ者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。バカ者ども、酒飲みながら十文字槍を手放さぬバカ者に、人の酒を現実でかすめ取るバカ者、杯片手に作りかけの義手をいじっておるバカ者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もまたバカ者じゃったわ。狼殿、よくぞ参られました。酒を。あら、せっかくです、いただきましょう。おいしい。くすしをしているとこうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃からくすしの手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です、矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか、どうした。いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ。なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。何だと。いいえ、何でもございません。これをお主に。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどは梅雨ほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼本気に取らないでください。ほんのざれ事です。酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。辛い。そう、お猿。私は猿には何かと縁深いのです。猿と。はい、
何せ私は猿に拾われた子です、うん、信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切の猿だ。まことに親切な猿でした。酒を持ってきた。あら、流泉ですね。いただきましょう。まったく。どうした？いいえ、この流泉を一心様が手に入れると、アシナの城にわらわらと人が集ってきて、騒がしい酒宴が始まるのです。そういう時は道元様を置き去りに城の裏手など散策しておりました。城の裏で何を？そうですね、源の渦を。それは何だ？遠く源の水の流れいずる方角、そちらの方に見える大きな渦雲です。渦雲は雷をまとっています。源一郎殿はよく刀を振るっていたものです。その雷の渦雲を睨みながら、狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の節立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。